TCMMRC エンビジョンジュニアレーサーサクトレビュー。それでは法令開封の儀。その見た目から世界でも注目されまくってる三月75mm ウープ。男の子はガンダムとか好きですからね。パターン6体、予備ストラップ、プロペラリムーバー、予備ネジ、予備プロペラ、ジュニアレーサードローン本体。アリエクスプレスでは赤と黒のラインナップ、私はやっぱり赤を選びました。3倍速くなるわけでもないのに。そうなんですけどね、十角ダクトとか角バッタキャノピーとかもう惚れ惚れするデザイン。スペックとかどうでもいい、これは見た目で選ばれるドローンだと思います。何気にカーボンでフレーム補強されていますし、飛びは安定していることに期待できそうですね。バッテリーの滑り止めもついていて結構ちゃんとしています。なお本製品は PNP ベッドレシーバーが必要です。ピンパーツ用意してこれと繋いでもよかったんですが、直接ハンダ付けして済ませようと思います。ビッグテールは XT30 ベータフライトセッティングにはこの USB ポートで、フレームは硬質プラスチックみたいです。激しいクラッシュで割れてしまわないか少し心配ですね。何せまだパーツ類が入手できない状況ですから。そんな心配も吹き飛んでしまうマルチ GP ロゴなどなど、本当に見た目だけで機体を選んじゃってしまってますね。本体スペックとか一切紹介しないまま尺を使い果たしてしまいましたよ。スペック、仕様などはぜひ説明欄のリンクからサイトへとジャンプしてご確認ください。今回使用するレシーバーは FR スカイ XM プラス、もうすっかりおなじみですね。付属のロックタイト、その辺に落ちてたストローを使ってアンテナを固定。いや普通落ちてないから。ベータフライトコンフィグレーターで中身を確認してまいりましょう。まずはファームウェアのバージョンですね。 4.2.2 なるほど。何がどうなるほどなのですか。ポート、基本設定、電源、バッテリー、フェイルセーフ、PID チューニング、受信機、バッテリーをつないでレシーバーを認識させます。コード、デフォルトはこうなっていました。自身の都合の良いように各自で変更ですね。調整、サーボ、モーター、 OSD 設定、こちらもお好みで変更ください。 VDX 設定、テーブルデータが登録されていませんでした。 GitHub からダウンロードし読み込ませてください。読み込ませたらバンドとチャンネルを指定して保存。LED ストリップ、センサー、チューニング、ブラックボックス、なんとサポートされているんですね。意外です。 CLI コマンドライン、とりあえずはランプ出して保存しておきましょう。これで準備はおおむね OK。 飛ばしてみましょう。アングルモード、サムセル、屋内。寒かったせいかバッテリーのパフォーマンスが芳しくありませんでした。
冬は車への晴天時に車内にバッグ放置してしまってバッテリー湧いちゃったんじゃないでしょうか。うぐぐ、その可能性も大いにあります。それにこのところサンセルバッテリーを使うことが全くありませんでしたからね。ちょっと出だしにプカプカさせてしまいましたが、自分が思っていた以上にサンセルでの室内飛行はできそうです。もともと 50g と 75mm クラスとはいえ重たい方ですし、それをサンセルパワーでバランスよく補うように設定されている感じ。トンネルが近づいています。果たして通り抜けられますでしょうか。抜けましたね。ミスることなく一周回れました。じわじわとスピードが乗ってくる。ここからが勝負どころ。慣れてくればきっともっとペース上げられるんでしょうけど、カメラ角度は固定ですし、ついついペース下げてしまう悪い癖が発動しがちです。ああ、トンネルで接触。こうなってしまうとかなり辛い。何せ 75mm サンセル機体、ドローンは周囲の空気を吸い込んで下に吐き出しながら飛ぶわけですが、壁や布があるとそれに吸い付いてしまう性質があります。なるほど、まるでアリ地獄。ここを抜けるときはスピードに乗せて勢いつけていかないとダメかもしれません。とんだジレンマですね。 65mm なら壁や天井からの距離も少しありますし、吸引力もそれほどではないでしょうから、通り抜けるには有利なのでしょうけど。へたってしまったバッテリー、さらに追い打ちをかけるかのようにトンネルでのミス。もう長くは飛べそうにありません。ちゃんとしたサンセル 300mAh バッテリーであれば5分くらい飛ぶとのことなのですが。ランドナウ渓谷もちらほら出ていますね。もう限界の様子。安定の着地失敗。続いてアングル、ミセル、屋内。バッテリーが寒さで冷えたままの状態で始めたからか、パフォーマンスがよろしくありません。警告も最初から出ていますが、まだ新しいバッテリーですので、このまま飛ばしてみようと思います。なんかカメラの右上にゴミがついていますよ。とりあえず飛行に問題はなさそうなので、このまま行きます。サンセルと比較して少しパワーダウンが感じられるのは当然として、こちらの方が屋内では飛ばしやすく思います。アングルモードですし、さほどのリカバリーやカウンターが必要ないからかもしれませんが、コントロールもしやすく感じています。確かに今のところは順調に飛んでいますね。今のところは。なぜ2回行ったんですか？大丈夫。今回はミスをしません。多分。2回行ってるじゃないですか。私的にはパワーがありすぎているのを抑え込みながら操縦するよりも、少しパワー不足気味なのを引っ張り上げながら飛ばす方が綺麗に飛ばせる気がしています。まあそういうのはエキスポを入れるなり冷凍をいじくるなりしても醸し出されるものなのでしょうけど。あ、ぶつかりましたね。見逃しませんよ。使用しているバッテリーはニセル 350mAア、 機体に接続した時にフル充電表示がなかったので 350mA 分の電気が蓄えられていなかったかもしれませんが、すでに 200mA 分を消費しているのが OSD でわかります。もうそろそろ飛ぶのが限界になってきているんじゃないでしょうか。そうですね。まだ電池不足を感じる挙動は見受けられませんが、あ、ブルブル感じました。パワー不足。飛ばすのをやめます。屋内アングルモードでのフライトはニセルで楽しむのがおすすめです。 GMB の 350mA は従来品よりコンパクトになって少し軽いのでなおおすすめ。まともなサンセルバッテリーがこの日にあったら考え変わってるかもしれませんけどね。エアモード、サンセル、屋外で、ちょっと外は雪が降ってますよ。
防水機能はないでしょうから、あんまりやりたくないですよね。でもせっかくなので。雪の中に墜落させてしまったら、消毒し。極力狭い範囲で飛ばしてまいります。バッテリーも信頼できませんしね。ロールの感じで、レートの塩梅もお分かりいただけるかと思います。スロットルアプにあるリカバリーを行うたびに、バッテリー警告と思われる表示が出まくるので、どうしてもビビってしまいますね。75mm で 50g オーバーと、割と重めなこのジュニアレーサー、ブザーや LED が搭載されていないので、屋外でのフライトは推奨できないところでもありますが、サンセルなら、ちゃんとした3セルバッテリーなら、結構安心して、ぶん回して遊べそうです。ジュニアという名前の理由はよくわかりませんが、 75mm サイズは屋内で目視での挙動もつかみやすく、ホバリングも 65mm のものよりも安定させやすいので、本気で FPV をやりたい人には良い練習機にもなり得ると考えます。もちろん屋内といっても4畳半とか天井高さ 2.4 メートルとかそういう意味ではなく、体育館とか屋内グランドとかそういう感じの広い屋内。飛びっぷりは合格点。ジュニアレーサーは見た目でドローンを選びたい方におすすめのクールなウープだと思います。ご視聴ありがとうございました。